こんにちは、戸田悟です。またまたですね、新しい Chromebook が出ました。レノボなんですけれども、アイデアパッドフレックス 560i Chromebook というのが登場しまして、まあですね、これ非常に質感が高いです。高級品という感じがします。というあたりを中心に詳しく紹介していきましょう。今回ですね、こちらの製品を紹介したいと思います。レノボですね、 Chromebook なんですけれども、 IdeaPad Flex 560i Chromebook という製品ですね。でこれは後で紹介しますが、中に入っているものはこの AC ですね、それから専用のペンという形になっています。では早速製品を紹介していきましょう。はい、まずですね、ボディについて紹介したいんですが、これ今伝わってるかどうかあれなんですが、もうひんやりしてるんですよ。これ金属ボディですよね。非常に高級感があります。パソコンではこれぐらいの高級感あるモデル多いんですが、 Chromebook ではなかなか少なくて、でも最初にもうズバリ言ってしまうと、高級で高性能な Chromebook が欲しい方向けの製品なんですよ。とはいえ Core i7 を搭載しているような Chromebook ありますが、そこまでの上位機ではなくて、まあ価格もまあ、ある程度妥当なところだと思うんですが、上下モデルがありまして、下のモデルが 62,800円、上のモデルが 104,500円となってます。税込みですね。スペック後で紹介しますけれども、まあ Chromebook でそんな値段出したくないよって方もいらっしゃると思いますし、その気持ちもよくわかります。ただ実際に2万円3万円2万円の Chromebook、 僕前もレビューしましたけど、もっさりしてますよ。でそれに比べるとやっぱりテキパキ動作するので、スペックが高くて高級感もあった方がいいよという方もそれなりの割合でいらっしゃると思います。で今回の製品はそういうですね、ちょっとスペックの高いクローンブックが欲しい、でそれを長く使いたいという方向けの製品だと思ってください。でちなみにですね、このモデル今の価格申し上げましたけれども、これ店頭価格なので、多分ですね、値引きというか割引の可能性があります。はい、ただどこまで割引されるかはもちろんこの段階では分かってません。はい、でスペックをちょっと簡単に紹介しますと、上下2モデルあるんですね。はい、で上のモデルはですね、 Core i5-1135G7、 下のモデルはセレロン6305となってます。はい、でメモリーはですね、上が8、下が4ですね。でストレージが2ごろ、下がEMMC の64となっています。上は SSD ですね、PCI NVMe の M.2 と、要するに上は速いストレージ、SSD で2ごろ、下は遅い EMMC で64となってまして、まあ、価格もかなり差がありますが、性能も結構違いがありますというところで、はい、で今回レビューするのは上のモデルです。ということでパネルを開けていきます。早いですよね。もう開けた瞬間にはもう、はい、OS がスタートしていますね。はい、こんな感じでタッチももちろん対応してますけれども、ディスプレイサイズは 13.3 インチのフル HD です。縦がね、個人的にはもうちょっと欲しいですね。フル HD は 1980×1080 ではなくて 1980×1200 だったら完璧なんですよね。ちょっとそれがまあ残念なところですね。はい、で、中もですね、質感非常に良くて、どこを見ても破綻してるとこないですね。非常に高級なモデルだというふうに感じられるのは、まあ価格以上の満足度は得られるのではないでしょうか。はい、でフレックスという名前がついている通り、このように、はい、タブレットモードでも使えますね。完全にタブレットとしても使えますし、まあ、いわゆるテントモード的にこのようにしてですね、動画を見るといった用途にも利用できます。でですね、さっきもやりましたけれども、これタッチ対応してるっていうのは非常に良くて、でなぜかっていうとですね、最近の Chromebook はっていうか、もう最近というかだいぶちょっと前からですけれども、はい、ストアでですね、はい、このように、はい、ゲームなんかもありますけれども、はい、Android のアプリが利用できるんですよ。で Android のアプリはやっぱりタッチできた方が使い勝手がいいので、まあ非常に僕は Chromebook これから買うならタッチ対応のモデルじゃないとちょっとなというふうに思っています。でまあですね、まあ、ちょっと個人的にはこれディスプレイがですね、これグレアなんですね。ツヤあり、光沢ありなので、ちょっとキラキラ反射するんですよね。個人的には非光沢アンチグレアの方がまあ好きなんですけれども、まあ、そこはユーザーの皆さんの判断かなと思います。動画を見るんだったらグレアの方がいいという可能性も高いですね。ただ 13.3 インチなんで、まあ、出先で持ち出すということを考えると、アンチグレアの方が映り込み少なくて良いかなと思います。ということで、じゃあ持ち出すことを考えてちょっと重さを測ってみましょう。ではキッチンスケールですけれども、重量測りますね。乗せます。
1372g ってちょっとこれがですね微妙ですよね。カタログ値では 1380g の、まあほぼカタログ値と近いと思うんですが、個人的にはやっぱりちょっと重い13インチですからね。本体金属製で高級感があるといってもやっぱりですね1180g とかぐらいには抑えてほしかった。なんとか 1.2 キロを切るぐらいには抑えてほしかったなと思います。そこが残念なんですが、ただですよ、2 in 1っていうのはこのヒンジの部分がダブルヒンジになっていたり、ボディの剛性を上げないとか安心してぐるっと回せませんから、やっぱり重くなりがちなんですよ。まあでもそう考えても 1.2 キロちょいぐらいまでに1200、例えば 20g とかそれぐらいまでに抑えてほしかったなと思うのがちょっと残念なポイントではあります。拡張性ポート類を紹介したいと思います。向かって左側はですね、タイプ C、タイプ A、これイヤホンとマイクですね。それからマイクロ SD カードスロットというふうになっています。はい、でこのタイプ C 端子は実はディスプレイ出力にも対応してます。反対側見ましょう。反対側にもタイプ C 端子とセキュリティの端子があります。でこちらのタイプ C も同様に、はい、ディスプレイポート付きの、パワーデリバリー対応ですね、端子となっています。こちらがですね付属の AC アダプターで PD ですね、パワーデリバリー対応のアダプターで 45W 逆さまか、はい、45W になってます。でまあ左右にタイプ C 端子があるのとってもいいですよね。どっち側からでも充電ができるというのはすごくいいと思います。ただねちょっと残念なのが10時間なんですよ、カタログ値で駆動時間で。これだけちょっと重いのでやっぱり17時間とか15時間ぐらいは動いてほしかったなというふうに思います。ただ Chromebook の場合、パソコンのようなJITAのようなですねちょっと時間計測しないので、実際どれぐらいかっていうのは若干分かりにくいですけれども、パソコンと比べるとという意味ですね、分かりにくいですけれども、まあ Chrome OS のいわゆるそういう計測で時間言うんですけれども、つまりパソコンと同じに考えるとちょっと違うかなと思うんですが、パソコンよりですねカタログ値に近いぐらい動くと僕は思ってるんですけれども、まあただ通信しっぱなしで使うのが前提なんで、そこがどうかですよね。やっぱり、15、6時間は欲しかったなというふうに思います。なんかですねもうやめてくれって感じなんですよね、この配列。最近なんかよく見るような気がしてしょうがないんですけど、スペースキーの部分とかこのエンターキーのこの辺とか見ると、まあここもそうですけれども、キーの間隔違うじゃないですか。これ大きいスペースキーが入ってるところにこの3つのキーを入れちゃってるからなんですよね。ここもエンターも L 字型の逆 L 字型、L か、はい、逆 L か字型のところに無理やり組み込んでるから、まあバックスペースもそうですけど、円マークこんなちっちゃくなっちゃってますよね。まあこのね配列はもうちょっと日本で販売するのであれば、もうちょっとこう日本に見合った配列にしてほしいなというふうに切実にお願いしたい。でキータッチ自体はそんなに悪くないんですが、結構たむんですよ。でこれもちょっと個人的にはですね、このたみは嫌だなということで、ちょっとキーボードは残念ながらあまり僕は高評価できないなと思いました。ただタッチパッドの手触りとか高級モデルらしくもう最高なんですよね。でそれからこの辺もちょっとラバーっぽい塗装がされてるのかな、手触りもめちゃくちゃいいです。高級感はすごくあります。ただキーボードはちょっと残念だなと思いました。バックライトはついてます。ということで毎度僕のチャンネルで恐縮なんですけれども、ちょっとスピーカーの音を聞いてみましょう。徐々にボリューム上げますよ。からですね、掃除機が登場しました。2台2種類ですね、今回まとめて紹介します。ロボット掃除機とそれからコンパクトな、はい、まあ僕のピンマイクを通して聞いていただいているのでリアルの音は皆さんにお届けしづらいと思うんですが、音めちゃくちゃいいです。これ動画見るには最高ですね。16対9ですしね、ドラマを見たり動画見るにはまあ最高の Chromebook の一つではないかなというふうに思います。あえてシール貼りっぱなしにしてありますが、これ何がついてるかっていうと、このスライド式のまあシャッタースイッチでですね、ウェブカメラのオンオフが物理的にできるわけです。ということでオンライン会議に Chromebook 使うっていうのも結構僕は賛成なんで、この機能は嬉しいなと思いました。はい、今回はですねこの付属のペンで、ちょっと書いてみますけれども、これがアプリはですね Google Keep ですね、ノートアプリ、はい、標準で手書きに対応してます。スタイラスとかでも書けますが、やっぱり専用のペンがついてると書き味はいいですよね。筆圧検知してるのでこれ線の強弱見えますし、やっぱ筆記の遅れもないですよね。手書きをするのであれば間違いなく高性能な方がいいと僕は思っています。はい、こんな感じで太さの強弱気持ちがいいな。はい、これ今度じゃあ赤で細い線も書いてみましょうか。はい、こんな感じですね。
はい、快適に書けます。例えば僕の名前を書いても遅れはほとんど感じられませんし、はい、レスポンスも上々です。ただやっぱ残念なのがやっぱグレア光沢タイプのツルツルしたディスプレイなので滑るんですよね、ペン先が。手書きにはやっぱりアンチグレアがいいと思います。僕だったら、まあ、サイズが合うものがあればフィルム貼っちゃいますが、ちょっとカメラも隠したくないとかいろいろあるのでちょっと難しいかな。まあカスタマイズでフィルム作ってくれるところがあって、そこがペーパーライクフィルムのいいの作ってくれるのであれば、OK なんですが、ちょっと難しいような気もしています。はい、ということで、点数評価をしていきたいんですけれども、ちょっとですね、個人的にはですねちょっと高いなという感がします。 Chromebook はですね、ただ質感非常にいいので、まあこのぐらいの値段でも妥当だという方もいらっしゃると思うし、もちろんメーカーは妥当だと思って作ってるんですが、ただ店頭モデルなのである程度の値引きは期待できるというか、例えばそのポイント還元あるところではもう1割引きスタートだと思うんですよね。まあそう考えると、まあそうだな、販売価格というかポイント還元込みで上のモデルが 79,800 円、下のモデルが 59,800 円ぐらいであればまあいいかなという感じなんですけれども、現状の価格だとちょっと割高感が個人的にはあります。ただ質感非常にいいので、そこは加点したいなと思いつつも、ということでちょっと点数をつけていきたいと思いますが、ちょっと今回は残念ながら若干辛口になりましたが、55点とこういう風にしたいと思います。以上、新しいレノボの Chromebook 紹介しました。 Chromebook もですね、結構バラバラパラパラといろいろ新製品出てきますよね。つまりこれ世界中で売れてるっていうことなんですよ。日本がちょっと遅れてるような気もします。遅れてるっていうのはその台数的なシェアですね。これからですね流行ってくると思いますので、皆さんもぜひご注目ください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。